無駄にですが、美味しく食べるためのあるアイデアを発見したんです。これは何をされてるんですか？これは餌やりやってるんですけど、あげてます。食べるんですね。モリモリ食べます。ここでサスティナクエスチョン。海の厄介者、アンマゼウニを美味しく食べるため餌として与えているものとは何でしょう？ヒントは愛南町でたくさん余ってしまうもの。違うかも。藻とかじゃないですか？あ、もう。え、ちょっとすごい知った。キャベツ。面白い。みかんじゃない？あー、そうですよね。この後、ウニってあれ食べるの？なんだと？地球環境を考える上でますます注目されている電気自動車、国内で最も選ばれている日産の電気自動車を癒されるわー。